また、いろいろな民族学的な事例で稲作をするようになると、資料最初に比べて男女の分業が進んでくるというようなデータがございます。このように社会の仕組みも大きく変わっていったと思われます。中でも最も大きいものが、それまでの移動式のテントのような小さな集落と違って、大型の城壁や堀で囲んだようなとても大きな集落ですね。 これはあの中国湖南省の上東山遺跡という遺跡ですがまあ直径が4 0 0ルほどもあるようなところを堀で囲み城壁で囲んでいるというそれから非常に人工的な円形という形をとっておりますがこれがもう年の方がと見て間違いのないものであり生活そのものがそれまでの非常に自由に移動しながら小さな集団が安定した活動を行っていたのに対して大勢の人々がまあ 都市の諸源形態と呼べるような大型集落に集まって住み大変効率的に支援開発生産力の向上に勤しむようになったという、まあ、これがあの文明社会のスタートラインと考えて良いものであります。以上でございます